私たちにとっては当たり前でも、外国から見ればびっくりの日本のエコ事情。そこで今回私がガイドになりまして、外国人の皆さんをいろんな場所にご案内したいと思います。そして参加してくれるのはこちら。こんにちは。参加してくれたのは、アメリカをはじめヨーロッパやアジア出身の7人の留学生。日本に来て1年前後というメンバーを連れ、バスツアーは出発です。まずみんなにこんなことを聞いてみました。皆さんにとって日本のエコは何点でしょうか？お書きください。日本のエコの評価は、せーの、はい、お100が多いかな。フィンランドとかドイツは本当に、全部サイクリングをしていると思いますから、日本はまだちょっと、インドでいつも人々は街にゴミを捨てます。だから100点。エコバスツアーの第一目的地は名古屋駅の東急ハンズ。100種類以上揃うエコグッズの中で最も驚いたのは、かわいい、かわいい。日本では奈良時代から伝わる風呂敷。風呂敷は知ってますか？はい、風呂敷は知ってます。今風呂敷はエコバッグの代わりとしても注目なんです。こうやって四隅をこうやって結んで、ここをもう一回こうやって結ぶと、ここを、That's cool, that's cool, that's cool.